平成28年台風第7号は2016年8月14日に発生した台風。東日本から北日本にかけての広い範囲に大雨を中心に影響を及ぼし、北海道に上陸した。2016年最初に日本に上陸した台風となったほか、9年ぶりに北海道に上陸した台風、そして23年ぶりに本州などに上陸せず、 北海道に直接上陸した台風となった。この台風と同年の台風11号、9号、10号等による災害は政府により激甚災害に指定された。新路図2016年8月10日にフィリピンの東で形成が始まった低気圧 93W について8月11日15時、気象庁は熱帯低気圧として観測を開始した。 同日21時、台風に発達する可能性があるとして、熱帯低気圧情報の発表を開始し、合同台風警報センターは12日6時30分に、都市 F を発令。13日15時に、熱帯低気圧番号 09W を割り当てた。09W は14日3時に、マリアナ諸島の北緯20.9度、統計142.9度で台風になり、 アジア名チャンスと命名された。台風はやや発達しながら15日から16日にかけて小笠原諸島及び伊豆諸島の東海上を北上し、一旦勢力を弱めたものの、17日になってから再発達し、2時前後に千葉県銚子市沖を通過。その後も関東、東北沖を陸地に沿うように北上し、同時つく時に中心気圧980ヘクトパスカルという、 最低気圧を記録した。さらに発達した台風は、同日12時に最大風速30メートルを記録し、初めて暴風域を伴うようになった。これは、台風の構造が温帯低気圧に変わる過程で寒気を取り込み、温帯低気圧として発達したためと思われる。そして17時30分ごろ、北海道の襟も岬付近に上陸した。18日3時。 おほうつく海の北47.7度、東経144.6度で温帯低気圧に変わった。この台風により、東日本から北日本にかけての広い範囲で大雨による被害が出た。16日夜から17日にかけて北海道の広い範囲で大雨が降り、16日0時から17日24時までの総雨量は、 胆振地方の白尾市森野で2 3 3 5ト、mm、ル、日高地方の浦川町中木根薄で2 0 7 5ト、mm、ルとなった。また、根室市のサップで4 2 5ト、mm、ル、江別市江別で4 0 0トルの1時間雨量となり、いずれも統計開始以来の局地を更新した。 さらに17日19時40分までの3時間雨量は、加藤郡上志幌町ぬかびらげん泉里で108.0ミ、mm、リメートル、フラノ市フラノで86.0ミ、mm、リメートルに達し、いずれも統計開始以来の局地を更新。17日の飛行水量は、 上川郡美栄町白金で1 5 7 5ト、mm、ル、上志保路町三股で1 4 6 0ト、mm、ルとなり、どちらも統計開始以来の局地を更新した。関東地方では16日夜から17日明け方にかけて千葉県と茨城県を中心に大雨となった。 茨城県土浦市では6 5 5トルの一時観光水量となり、観測史上1位の記録を更新。その後17日朝以降は台風一過で晴れ、台風による暖かい空気の影響で、群馬県立林市で39.6度を観測するなど、内陸部を中心に猛暑日となった。東北地方でも太平洋側を中心に大雨が降り、 多くの地域に一時土砂災害警戒情報が発表されていた。福島県モニワで1時間降水量55.5ミリ、mm、メートルを記録し、観測史上1位の記録を更新するなどした。そして北海道では台風の上陸により大雨のみならず、暴風も記録的なものとなった。17日19時45分には、 く路市で最大瞬間風速秒速四十三点二メートルを観測し、観測史上一位の記録を更新。最大風速については、秒速三3 1八メートルを観測したく路市を、はじめ、大津で秒速二十四点七メートル、鶴岡で秒速二十四点零メートル、小清水で秒速二2 1零メートル、白ぬで秒速十九点六メートルとなるなど、 いずれも観測史上1位の記録を更新した。台風による交通への影響や被害が相次ぎ、外房線で16日20時40分頃から終電まで大原安房鴨川で運転見合わせとなって上下線9本が運休し約500人に影響が出た。上磐線では通常より本数を減らして運転。また水軍線では日立を五氷山間で運転を見合わせ。 カラス山線も全線で運転を見合わせた。山形新幹線は17日、福島新庄間で始発から午前中いっぱい、運転見合わせとなったほか、JR 北海道でも、特急12本を含む計54本が運休、または部分運休となったため、約3600人に影響した。福島県では、福島市で大雨による床上浸水17棟、 床下浸水19棟、本宮市で床下浸水1棟の被害が出たほか、田村市で県道が崩落した。北海道では18日、知らぬ課長にある中学校の屋根が強風で吹き飛び、校庭に崩れ落ちる被害があった。道内では台風通過後も局地的な豪雨が続き、北見市ところ町を流れるところ川が氾濫危険水位を超えた。また、小炉町では、 町内を流れる2本の川の水が溢れ、住宅の浸水や道路の冠水の被害が発生し、約780世帯1620人に避難指示が出された。さらに、道東を中心に大規模な停電も起こり、道内全体で最大8万戸以上が停電した住宅の浸水は、阿蘇路町で約40戸、床上浸水が札幌市や津別区や桶戸町などで、計8棟、 床下浸水が計18棟であった。20日には国道273号の上川町倉運橋の高原大橋が石狩川の増水によって橋脚が沈むなどの被害が出たため通行止めとなったが、三国峠を含む国道273号上志保幌町、三股上川管内上川町倉運橋が9月30日14時に通行止めが解除された。 ありがとうございます。